ラグビーワールドカップダブル杯フランス大会の日本対チリ戦のパブリックビューイングが10日、札幌ドームで開かれ、来場した1860人が声援を送った。暗幕で会場を半分に仕切る中規模コンサート用の新モードが初めて使用された。この人数やったら大赤字やないん？アーティスト向けに使用例作るためのデモやからな。これ見て使いたいと思うやついるかは疑問やが。ガラガラじゃん。キングズニューもライブ決まったし札幌ドーム絶好調やな。スカスカやのにグランドレベルと観客席値段分けとんのか。競馬場でよくないか。日ハムさん、頭下げるなら今のうちやで。この前のコンサドーレさんも7566人しか動員できてなかったぞ。広さの割にスクリーン小さくね。ガラガラすぎて草。学校の体育館でやるのと変わらんやん。意外と悪くない。画面下部小さくね。これでわざわざ見に行くんか？画面ちっちゃいやろ。どっかの公民館を貸し切った方がよくね。だっさ、こんなガラガラなら大きい椅子とかにしてゆったり観戦させろよ。つか試合やるんやなくてパブビューかよ。新モードがどうとかよりスタンドが高すぎたり遠いのが問題なんやろ。2000人収容の ZEPP 札幌でよかったよね。意味のないモードだよ。さあ、非常に低調な出だしの新モードですが、今後は果たしてどのようになっていくのでしょうか。ぜひぜひ皆様コメントくださいね。ご視聴ありがとうございました。